お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、こちらのロイ J ライトニングやっていきたいと思います。さあ、こちらのロイはですね、マザネックとかがね入ってない、まあ、結構昔の方のロイ J なんですけど、まあ、最近あまり使われてなかったんですが、 KK というね、まあ、日本人選手と皆さんね大抵のことは知ってると思うんですけど、 KK がね、このデッキでトロ上げめっちゃして、なんかそっからね、すげえ流行ってます。今結構流行ってるので、まあ、今日使っていこうと思うんですけど、まあ、縦線ですね。なんか前まではやっぱランバーだったんですけど、この縦線がですね、まあ、今の環境はちょっと強いねっていう、普通に強化されて、まあ、今迫撃とか、まあ、ロイとか、あとはラバとか、まあ、いろんなデッキちょっと入ってきてるんですけど、まあ、3コスで陸系基本的に何でもできて、火力も出せて腐らないっていうのでね、すごい評価高くなってるんで、皆さんもぜひね、陸系何しようとかあったらぜひね、縦の選手入れてみてください。ということでやっていきます。グラッチいきます。さあ、よろしくお願いします。で、あ、待って、違う、デッキが違う、最悪だ。待って、ミスター、お願い、ごめん。なんだこのデッキ。さあ、あのね、多分1個前に僕ゴレ使ってたんですよ。ゴレ使ってて、で、多分グラチャレってデッキ組まないといけないから、ロイジャイを組もうと多分してたんですよね。で、多分縦の選手と LSP とライトニングとか入ってるんだけど、だけどゴレがなぜか残っているというわけで、ちょっとね、1戦目は我慢してください。ヘンテコデッキなんですけど、いやー、ちょっと事故ったな、これ。やらかしいだな。皆さんも気をつけてください。グラチャでね、デッキちゃんと作んないと、はい、やらかしますので。プロフィールのデッキで言っても、グラチャはグラチャでね、別のセットがあるので、はい、こういう事態がね、起きちゃいますと。まあ、なんか意外と強そうっていうね。そう、何がゴレになってんのかかな。ロイがあんのかないのかみたいなところはね、結構大事になってきそうですけど、まあ、なんかゴレライトニングで意外となんとかなりそうな気はします。で、ちょっと、まあ、デッキがね、今回やばいんですけど、先ほどのね、ロイのちょっと使い方の説明しようかなと思うんですけど、一つ結構大事な立ち回りがあって、ロイじゃね、対空がベビーメガゴだけなんですけど、ベビーメガゴって空の中でもめちゃくちゃ強くて、というのも、まあ、3、4コスで出せて、ある程度の火力があって、複数にもいけてっていうので、まあ、メガゴビビっていうのがちょっと強いですよね。なんで、なんか基本的に、ロイを出さなくても勝てるっていう、なんか試合がね、あります。っていうか、もうそんな感じで戦ってください。なんか、まあ、相手によってはね、ケツロイジャイして2周目ロイとかもあるんですけど、どんだけロイジャイ頑張っても通らないっていう相手とかもいるんですよ。例えば、ペッカとかね。そういう相手には、もうベビーメガゴを一生出して、ライトニングを打って、相手の空系を潰すんですよ。まあ、エレキとか、まあ、なんでもそう、ライドラとかね、ウィザードとかネクロとかを出して、一生戦ってると、ライトニング削り、かつ、なんかね、ベビーメガゴがずっと残って、ベビーメガゴのチクチクで勝てたりするんですよね。そう、っていう、なんかね、意外とこう、ベビーメガゴだけで勝てるっていう試合がね、あったりするので、ちょっと、ぜひね、ちょっと、試してみてください。相手が、まあ、なんだろう、なんか、勝てえなって、まあ、ペッカとかですね、本当に。ロイジャーあんま出したくねえなっていう相手だったら、もうできるだけベビーメガゴで頑張るって。いや、今回のこの相手とかも、まあ、ライドラ、ベビーがあるんですけど、ライドラベビーしかないので、まあ、こんな感じで、これ見てもらえればわかるんですけど、空でね、一方的にこんな攻撃できるんですよ。あ、でも相手の縦の選手がちょっと、やらかしてる？縦の選手じゃない、ムーとかね、ちょっと入ってたから怖かったんですけど、まあ、こんな感じで、本当ベビーメガゴいっぱい出してくるんですよ。ベビーメガゴを出して、相手の空をライトニングで飛ばすみたいな。そうすると、一生ベビーメガゴが残って、ベビーメガゴで相手のね、ユニットも全部守れたりとか、カウンターにもなったりするんで、マジベビーメガゴゲーしてみてください、ぜひ。さあ、ここは相手結構やったと思うんでね、そうですね、相手はもう今ので、ちょっと決めきりたかったなっていうね、顔してましたんで、まあ、ここは本当、ぶっぱして終わりじゃないかなと思うんですけど、まあ、無理せずね。ここで別になんかコスト足す必要もなさそうっちゃなさそうなので。で、トルネードしてくると思うので、そのタイミング、あ、してこなかった。そのタイミングね、ちょっとユニット追加したんですけど、全然綺麗に守られてる。まあ、ライドラだけちょっと厄介なんで、ライト打って。さあ、飛ばせば、ベビーメガゴがね、さあ、残りますよと。いうわけで、まあ、ロイがね、ゴレになってました。なんなら、鉄壁なゴレデッキみたいなのがね、生まれましたね。はい、ちょっとロイに変えます。まあ、そういうこともあるよねっていうさ、あ、そうですね。マジで、ゴレとロイだけが違ったっぽいね。よいしょ、そうですね。これですね。ロイのベビーメガゴ縦線と。
で、レシピまでちょっと公開点でね、ほんとベビーメガゴいっぱい産むデッキみたいになってるので、ベビーメガゴいっぱい出すことだけ意識してください。さあ、よろしく。なんで、ほんと、檻を置いて、ベビーメガゴを、タルエレスピ等で回して、もう相手の空にはライトニングって、無限ループでいいですね。で、まあ別にその、相手が、例えば、なんだろう、普通にメガナイトとか、まああとはなんだ、施設がないとか、あ、ロイジェイ出せばさ、通るよなって、相手だったら別にそういうことしなくてもいいんですけど、ただただロイジェイ出したらカウンター受けるよなっていう、それこそペッカとか、まあなんかね、嫌な相手だったら、もうずっとベビーメガゴゲーでいいよねっていう話なんでね。よいしょ、一生この空ユニットで戦うっていうのは大事ですね。さあ、ここもですね。まあ、圧着言うは普通にライト打とうと思うんだけど。これもうちょっと、こんぐらいギリギリに打てば、もう一体ぐらいたまたま出てくれることもある。まあ、今多分スキル使いましたかね。さあ、で、まあ、ラムでエレキだったので、まあ、ペッカラムかなっていう感じですね。今回の相手は。さあ、マッチョで完封できるのかな？ナイス？ナイス、マッチョ！さあ、というわけで、まあ多分ペッカラム。一応メガラムの可能性もあるんだけど、マザー、うん、圧着い。あれ、メガラムの可能性もあるのか。ちょっと待って。まあどっちかっすね。エレキ圧着いだったらメガラムの可能性の方が高いな。なんならメガラムの可能性か。まあでもこれも、相手がやっぱ対空とエレキと圧着いなんですよ。で、エレキと圧着いってことは、まあ一応ライトニングもちょっとあるんで、高めに転がします。エレキとアーチャクイさえやってしまえば僕のメガゴベビー一生無双するんですよね。なんで、あー、ここで8枚目が来たらちょっとめんどいな。さあ、まあこれは LSP で止めて降りてしっかり守っていきましょう。まあこれライト打つのはね、打ったところでそんな大ダメージ入りませんから、ワンチャン足るぐらい。うん。よいしょ。さあ。まあこんな感じでね。まあロイ出してもいいんだけど、ちょっと怖いよねっていうのがあるので、まあこのベビーメガゴ出して相手の圧着いとかね、ほんと空は徹底的にいじめとくと多分負けないっすね。まあこの立ち回りは勝つ立ち回りではなくて負けない立ち回りって感じですね。さあ、まあこのライト削り、まあ圧着いに打ちたいから打たなくてもよかったかもしれないんですけど、別に相手の攻め通んないじゃないですか。さあ、これまあ相手ライト打ちたいよね。ライト打ちたいとしか考えれないけど、俺の檻の位置がなぜかそこになっちゃった。あ、でもこれ入らんのじゃね？熱っ。さあ、ここは結論します。というのも、相手が、まあ、俺が多分攻められて打ったのもあるんだけど、相手がライトニング打ったんですよ。ラムとライト打ったんで、エリアド取ってます。そう、エリアド取ってて、てか、ペッカなんかい。さあ、まあ、ペッカ、これ縦線で延命できるの熱いね。で、圧着いには即ライト打ちたいので、基本的にライトニングのコストを常にね、あるようにして、よいしょ。さあ、で、相手も多分ライト打たれるの分かってるんで、出してこないですよね。さあ、まあここはエレキに打っていいね。これですね。さっき言ってた空だけ残るんですよ。こんな感じでね。そしたら、相手のユニットね。まあペッカか主に。ボコボコにできるんで、今みたいな感じで。これ大事ですね。もうほんと空で戦う。一生空でリード取っていきます。ここもですね。結局、ここで、相手多分ペッカ、まあ出せるかもしれないんですけど、ペッカ出たところで、このエレキベビが、エレキベビじゃない、ベビメガゴが一生飛ぶんですよ。そう、これが飛ぶから、ここがずっと残って、もう相手のユニット全部処理してくれるんですよね。別にエレキ来ようが、まあ、エレキだけをライトで潰したりとか、今の U のゴーストとかも全部この飛んでるベビーメガゴがね、戦ってくれるんですよね。ほんと、ベビーメガゴゲーですね。で、結論してもペッから合わされるんで、もうロイ出さずに、まあ、ユニットから、ほんとベビーメガゴゲーから。あー、で、ここに関してはね、ちょっとケツペできたらめんどくさいんですけど、まあ、負けない立ち回り行くと、こう空を出して、空を出して、相手の対空に、まあ、ライト打って。あ、待って、違う違う違う、最悪最悪最悪、これマジで、これマジでやばい、これマジで、なんで俺ロイ出したの？これマジで、5タップ。ガチの5タップ。ガチの5タップ。まあ、でも、これさすがに止まるんだよ。この相手の攻めはね、ヤンキーですね。ヤンキーすぎる。で、まあ、でも結局ね、これ僕さすがにそれ、行かれちゃうんで。いやー、これもう1枚ぐらい出てくんねえかな。あ、出てきた、おいしいおいしい。さあ、で、空を潰していけば、この、俺のベビーメガゴが残って、これだけで相手苦しいっていうね。さあ、マジで、エレスピドなんかミスって、ケツやっちゃったんですけど、これライト来るんでね、エレスピド縦線も出しちゃいます。まあ、来てからでもよかったけどね。さあ、で、逆にライト打ったってことは、あなた、コストがちょっと減ってるってことなんでね、活かしてもらって、圧着員のスキルは、樽でね、ぶっ飛ばします。で、エレスピの観点と縦線で、ええ感じに、ええ感じにね、ぶっぱでいきそう。もう一発入らないと。まあでもこれも結局縦線 OP なんでね。さすがに縦線で、これこっちサイドに釣ります。そうするとタワーと檻にライト打ってないんで、まあどっちかだけにね打ってきますね。
さあ残りはライトで削ってみたいな感じで、今回の試合を通して多分僕のベビーメガゴがずっと飛んでたと思うんですけど、ほんでこのロイはマジベビーメガゴデッキですね。だからロイ J デッキじゃない、ロイのさっきゴールでも勝ちましたけど、なんでもいいですね。別にロイ J 一回も出さなくても本当勝てるぐらい、もうベビーメガゴゲーができるデッキなので、ちょっと皆さんもね、こういった空マウントを取るっていうね、立ち回りちょっと意識してやってみてください。マジで空ゲーできますからね。まあやっぱ空からね、一方的に攻撃できると。まあ、相手陸なんでね、陸しかいなかったらもう一方的に勝てちゃうんでね。なんかこう、まあズルですよね。一方的に空から攻撃して勝ちましょう。おっさん来た。よろしく。まあ今みたいな感じで、基本ベビーメガゴ。まあ相手があれね、ペッカじゃなくて、メガナイトとかだったら、まあロイ出せば、適当にね、火力結構ダメージ入るんですけど、まあペッカに出してロイポーンって出してもね、結局、ダメージ通らなくて、カウンター来るだけなんで。基本的にはベビーメーカーゴゲーです。さあ、ベビーにはベビーを。ロイには。いや、わかんないですね。まあ、一旦落ち着きましょう。あー、これはちょっとめんどくさいかな。多分、ボーラーバルーンデッキか。まあ、一応、フリースケラーの可能性もあるけど、多分バルーンですよね。で、バルーンは、対空やっぱ2枚しかないので、単純にめんどくさいよねっていう話ね。で、あれはね、まあ LSP 行くかな。ライト打ってもいいんだけどな。やべえ、これ。あ、待って。やべえ、今リセットできると思って、ベビー出したんですけど、まあここで、分かってたらランバルまで来るけど。いや、まあメガゴだけ、まあこれワンチャンフリーズ来るな。まあ一発っすね、これは。さあ。まあ今回通してね、インドラが厄介ですね。ベビーメガゴゲーと言ってたんですけど、ビビーメガゴゲーしたくても、まあ相手がインドだったらね、ちょっと話が変わってきます。まあでも、結局これもどうだろうな。結論してもユニットからの、カウンター来るんで、まああんま結論はせずに行きたい。で、対空ベビーメガゴだけなんでね、ちょっと大変ですけど、まあ檻と、あとは、まあライトニングも使いながら耐えて、まあ、ね、大ダメージ、何回かに分けて狙っていきたいよね。さあ、檻置いちゃいます。降りないとバルーン釣れないし大変なんですけど、左サイドのバルーンはルート強制されたら釣れないんですけど、ベビドラでルート強制を仕返すことができるんで、まあそうなれば全然話は別かなっていう。さあ、このメガも出しちゃって、これちょっとカウンター狙いますね。インドいないと相手絶対このロイきついんですよ。でベビなんで、スライドラだったらライト絶対打たないといけないんですけど、まあこれも打てたら打った方がいいな。で、ベビーメガゴ残って、まあ、ベビーだっか。このベビーでボーラー処理できるよねっていう。さあ、空ゲーですね。オリベビーメガゴでどうにか守りたいね、俺は。で、相手のマジでインドゲーされるんで、まあ、インドだけちょっとね、気をつけながら。で、これ、延命したいよね。あとはこれ、ベビーメガゴで。まあ、高めに置いとけば一応フリーズ来たとしても、タワーにはかからんから。ああ、でも相手のこのドラドラもやっぱ厄介だ。これで空を潰すんですよ。そうすると、やつやつ。このベビードラとかメガゴがね、やっぱ相手きつくなってくるんで、ここで、まあダメージ入ったらでかいよねっていう。いや、マッスル？いや、でかいでかい。で、ベビーでちょっと入るんですよ。オッケー。まあこんな感じでやっぱ空ゲーですね。まあベビーメガゴだけで、インドいたらちょっと嫌なんですけど、今みたいな。ちょっと、ドラドラね、含めて両方ライト打てそうだったら打った方がいいな。さあ、来るかな。まあ相手もでもこれライト打たれるの多分分かってるんでね。さあ。で、空残して、あ、でもここで、ランバル来たら嫌なんですけど、まあまあまあ。よし、さあ、耐えましょう。まあ、あんちゃん逆サイクルなんですけど、逆サイクル一本折るほどの火力はね、出せないと思うんだよな。さあ、範囲で。いやー、相手もね、空マジで勝ちに来ますね。で、ここで檻が一応回る。で、メガゴ出す。いやー、フリーズパッキン来るんよな。でもメガゴでちょっとだけ遠くしながらね。よしよし。で、タワーと多分メガゴ、これ両方フリーズむずいとこにね、今出てたと思うんで。さあ、耐えれる。で、タルでプレッシャー与えながら。よしよし。いや、流れはね、結構いいです。意外といいです。めっちゃきついけどね。これめっちゃきついんだよね。ドラドラが。だからこその、このね、ベビーメガゴゲー。相手、さあ、頭使ってきましたね。いや、今のは、これちょっとやばいな。俺終わったかもしれん。あ、これは相手がうまいと思います。で、フリーズ来てからでももうこれ間に合うな。あ、OK。これだって一発も入らないなんなら。
いやー、これでも、行きてえな。ロイ攻めてえな。ちょ、行っちゃいます。で、縦線でガードして、降りて絶対釣って、これでインド相手。いや、防衛フリーズ。オッケーオッケー。これでメガごとタワーね、両方フリーズ当たんない位置なので、さあ、フィジカルロイもう一発行って、インドのリセットは LSP あるんで、タイミングね、ちょっと狙って LSP からのマッスルパンチ！オッケー！というわけで、まあ、最後のロイは、まあ、残り30秒だしーってちょっと甘えもあったんですけど、まあ、なんかこんな感じで本当ロイ、多分ほぼ出してないですよね。僕出さずにベビーメガゴで戦うことができるので、ぜひね、ベビーメガゴで戦うっていう、この空でまあ戦う、戦い方もね、ぜひ皆さんもね、まあ、デッキによっては、はい、全然立ち回り違うと思うんですけど、このデッキだとね、こういった立ち回りになるので、ぜひ皆さんもやってみてください。まあ、空のカスっていうのを意識するだけでもね、すごい勝率上がると思うんでね。なんかもう全然なんか違うね。ほんと、勝つ立ち回りではなく、負けない立ち回りってやつ。さあ、ワールドカード。OK？ マジ、チャンピオンマジで、動画でこれ出たことないな、多分。全然出ないね。はい、というわけで、今日はね、ロイライトだったんですけど、まあ、縦線、やっぱね、強いですし、まあ、あとこのベビーメガ高回転のライトニングっていうね、この仕組みがまあ強いので、ね、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。